どうも皆さん、ユニタイムズです。どうもこんばんは、おはようございます。こんにちは、ユニタイムズの時間です。時間です。はい。なんかあれですね、もう、今回で20回目ですか？確か20回目、いい感じですね。いい感じですね。もうバンバン上げてますね、20回。なかなかね、いろんなメディアはあるけど、こんなに短いね、ネット探しもなかなか見当たらんような話を端的にね、聞ける番組も珍しいんで。っていうかね、もうユニタイムズもね、来年はいらないからね。あ、そうなんですよね。もう今年いっぱいなんでね。うん、今年いっぱいに変わらんと意味がないってやつですよね、確か。まあ今年言うても、ほんまに、じゃあ12月はどうなんや、言うたら、もう12月に至ってもね、もう、必要がないと思うんですね。ああ、もう、アメリカの大統領選終わってますもんね。うん、でもまさしく今真実に目覚めなければっていうようなところですね。いや頑張りましょうか。そうですね。まあそんなことでね、だからなんでそんなに急いでるんだよとかね、何回も必要ないんだよ。なんか僕ら勝手に言ってるけど、聞いてはる人なんでそうなんって思うと思うんですね。まあそうですよね。まだまだ。まあ、この緊迫した状態だけど、世界情勢はね。うん、でも、まあ、おおよその日本人が、いや、なんとか、この状態が続くだろう、みたいなね、感じでいてると思うんですよ。そうですね。というより、もっとひどいのが、この状態が続くというよりは、ますます良くなっていくだろう、いつか回復するだろう、という意識が高いんちゃうかなと思うんでね。ああ、それはあるかもですね。だから、なんか、あ、すまん。だからぜひね、まあ、以前にも少し触れたんですけど、まあ、尖閣諸島の問題とかね。はい。それから、竹島問題とかね。話題ですね、今ね。この、表面というんじゃなくて、うんうん、そこから来るね、うんうん、裏の顔をちょっと探ってみたいなと思うんですね。そうですね。やっぱこう、僕もニュースとか見てて思うんですけどね。もう最近はもうアジアのニュースばっかりじゃないですか。確かに。でね、僕も最近思うんですけどね、最近のニュースってアジアばっかりじゃないですか。そうですよね、中国とか。韓国。で、それってね、なんか、不自然なくらいにね、まあまあちょっと前からですけど、不自然なくらいにアジアが多いなと思ってね。なんか、ヨーロッパの方とか中東の方とかね、なんか、話題がないのかなっていうふうに思ったりするわけですよ。結構静まってる感じですよね。特にイラン、イスラエルっていう。そうですよね。なんか、いいなーっていう感じですね。今にも勃発しそうなくらいの、国同士がね、うん、なんでその全く日本におったら話題になれるのかなと。なんか、えらい静かやなっていうか、実は、静かなんは日本のメディアが取り上げないだけということなんですよね。そう、そりゃそうですよね。まあ、メディアとかニュースを作るっていうのは、誰かが意図的にそこを引っ張り出してきてそれをニュースにするわけですから。そんなね、世界全国のことを全部、伝えとったらね、きりないので、ここが売れるとかね、ここがみんな興味を持ってる、関心あるっていうところを引っ張り出してくるわけですから。で、実際にね、本当にイランとか、その、はい、今、静かなのかって言ったらね。はい。全然そんなこともないんですよね。まだまだこの内乱も続いてるっていうような状態。で、だからその辺はね、本当によっぽど、この国際情勢というか、うん、動きに意識持ってないとね、うん、日本にいたら、それこそね、うん、もう毎日が、なんか、何事もない日々っていうね、それだけで終わってしまう感じですよね。あそうですよね。いやーでも、うん、ほんま、そう思います。なんか関心を持ってなかったら、結局自分で調べようとしないじゃないですか。だったら与えられたものだけに満足してしまったらあかんねんなーっていうね。じゃあ、ちょっと突っ込んでいきましょうか。いきましょうか。もうそのおっちゃんのネットワークでちょっといろいろ教えてくださいよ。突っ込みましょうかね。はい。で、まあ今年に入って、イラン。はい。とですね。はい。
っていうか、まあそのイランがね、もし有事になったらというか、攻めてくるんだったら、うんうん、うちはその化学兵器を、うん、使いますよっていうことをね、うんうん、公に公言したんですよね。ほう。それはね、世界に向けて。それググったら出てくるんですかね。ね、これは必ず出てくると思います。うん。向こう側の情報に、長けてる人っていうのは、はい、まず日本に今住んでね、その英訳、英語で書かれた文を日本に訳してあげてる人っていうのも必ずいると思うんですね。でそういう中で、今、この、まあ、アメリカとかもね、動き出してるんだけれども、それに対して、まあ、で動き出してるかって言ったら、やっぱりイランに対する、そのちょうど以前にですね、カダフィ大佐、やられたような感じでね、はい、あの時はイギリスとフランスが先頭に立って、で、国連ではね、やめときましょうって言ってるんですけども、うんうん、でしかも、中国、ロシアは拒否権発動したんだけれども、もう無視っていうような状態でね、あ今回もまた同じような感じでね、中国、ロシアっていうのはその姿勢を変えてない。で軍事演習を行ってるんですね、最近。はい。その、ロシアと中国がね、はい。そういったことを本当はもっとね、報道していかないといけない、本当は。でなぜかっていうと、この問題が日本経済にももちろん飛び火してくるし、で、さらに、その中東っていう問題をきっかけにして、まあ、中国、それから日本、特にまあ、韓国というよりもね、中国、日本との間での仲互い、争い、それをね、生み出そうとしてるんで、うん。だからその辺をね、本当にこの知っていかないとね、日本だけの流されてる報道っていうのは、もう 100% このプロパガンダというか、うん、一つの目的があって流してるっていうことをね、これ絶対気づかないといけない。うん。いやでも、それってみんな気づいてないんですかね。明らかじゃないですか、そんなもんは。いや。そこがね、やっぱり日本の国民性、この、素直というか、だからその報道されたままにしか情報っていうのを受け取らないので、ああ、そっか。なぜね、今にしてこの、急に竹島問題なんだ。うん、なんで急に今にして尖閣諸島の問題なんだっていう。うん、もうちょっと前に終わったはずですもんね、尖閣諸島なんて。まあ終わったっていうのもまあなかなか難しいんですけどね、一時バーッと取り上げてたけれども。まあなんかね、その、事件としてはっていうことですね。まあその、落ち着いたというか。そうですね。まあキリがついたじゃないですか、一つの。やっぱりね、まあ第三次世界大戦のことをちょっと触れたいとは思うんですけども、うんうんうん、やっぱりこのニュースの見方っていう意味ではね、今メディアが報道してる、ことを鵜呑みにするんではなくて、うんうんうん、なぜここにピンポイント絞ってるのか、うんうんうん、っていうことのちょっと考えるっていうことをね、必ずこの習慣づけないと、うんうんうん、もう本当にね、流されてしまうだけと。その結果、まあ、原発事故が起こったっていうふうにも言えますもんね。しね。その、安全や安全やって言われたことっていうのをずっと批判してた人がおったんだけど、その人たちは表に出てこれなかったから、だからみんな表に出てきた情報だけを信じて、考えることをしなかったと。だから、今の日本人はきっともう大丈夫やと思うんですよね。そうですね。うん。で、実際に水面下ではね、この、アジアが一つになるように、っていうような形で、このトップレベルで、うん、実際動いてるわけですよ。はい。ところが、まだまだやはり日本っていうのは、日本のそのメディアね、うん、っていうのは、この電通が、仕切ってるわけですよ。うんうんうん、で、電通っていうのはもちろん日本の会社だけれども、それの主導権というかね、うんうん、それを先導してるのはもちろん日本じゃない。うん、これは最近、ちょっと電通に対する意識っていうのも、皆さん、高くなってきたと思うんだけどもね。
そうですね。うん、結構ニュースに出てますもんね。そうですよね。うん、まあ、だからね、そんな中でね、その水面下ではね、そういうふうにこうトップレベルでガーッと動いてるんだけれども、ごめんごめん。そのね、トップレベルで動いてることっていうのは、日本では決して報道されることがない、ということですね。うん、で、からこの、ちょっと、入っていったらいいかわからないですけど、とにかくね、今もしっていう表現、ちょっとなんか変な表現ですね。その第三次世界大戦ということをキーワードにするならば、はい。起こるとするならば、今年中に起こるだろうっていうことが、はい、かなりちょっと濃厚になってきてますよね。もちろん、これは止めないといけないですけどもね。そうですね。その平和的に起こってほしいですよね。起こるんであれば、話し合いというか。そうですね。で、起こる可能性が高いかっていう、その理由っていうのがいくつか、まああるわけですが。はい。まあその一つはやはり、今年っていうのは、世界のおおよその国で主権が変わる。これ何回も言ってますけどね。はい。うん。で、主権が変わる時なので、しかも、その変わる主権っていうのが、今、まあ、スピから言うと、善なる主権。うんうんうん。また全然スピスピちゃいますよね。まだ全然スピスピちゃいますよ。なんやって言われたら、神が出てこなあかんねんけどね。別に神さん出す必要はないじゃないですか。まあ、出てこなあかんとは決まってないんで。善っていう定義がね、はっきりしてないわけですよ。まあまあそうですね。特に日本においてはってことですね。うん。左が善やし、右の人に言ったら右が善やしっていうことでね。うん。まあそんな感じであるんですけれども、まあその、絶対的な善っていうね、その善って何か、もっと知りたかったらお電話ください。出ましたね。お電話ください。うっといて、だからその善に傾いてるんですよ、今。うんうんうん。とね、これから新しく生まれ変わっていこうとしている、その主権っていうのもね、かなり、特に今、フランスにしても、もう、選挙終わりましたし、うんうん、ロシアにしてもね、これはすごいプーチンにしても、未だに叩かれてます。悪党や、ってね。ところが、メディアがそこまで叩く、日本のメディアがね、うんうんうん、そこまで叩くっていうことを、その奥まで呼んでもらいたい。うんうんうん、都合が悪いんですね。うん、プーチンが立ったことによってね。まあ、読み方、これが全てじゃないんですけど、まあ、僕のね、読み方はね、思いっきり批判してる人は、批判されてる人は、あ、多分、この人、正しいんやろなと。思いっきり持ち上げられてる人は、あ、多分こいつ悪いもんやなって、もう、逆にね、見てますね。はい。そう言ったら、ちょっと第三次世界大戦から外れますけれども。ああ、ですね。すみません。市長。いやいや、そのね、思いっきり叩かれてるようで、最近なんかえらい用意書されてますね、メディアからね。ああ、そうですね。原発動かしましたしね。ですね。これはね、僕の見てる、これはもうあくまでも個人的な見方なので、あまり参考にしないでほしいんですけれども、彼は、その原発再起動を契機にして、ちょっと買収じゃないですけども、脅されたな、ということですね。そうですね。それはいろんな、インターネットのいろんなところでも、推論だけど、されてますよね。うん。力強く押していくところと、うんうんうん、なんかちょっとボケてるところとっていうのがね、最近、だんだん露骨になってきてますね。そうですね。まさにたけしみたいな感じになるんですかね。まさにたけし。わかる人にはわかると思います。みたいな感じになるんですかね。なんか、すごい、死とか名誉もらえるんですかね。そうですよね。あるんです。子供もたくさんいるしな、あの人。これはね、このまま、野田政権が続けばね、あれですよ。橋本さん、かなり上り詰めてきますよ。うんうんうん、でもあの人、基本自民でしたよね。最初は、自民と公明とかに推薦されて。ですね。出てきたんですね。まあでもね、その都度政権は変わりますからね。そうか。なかなか面白いな。主権の話しましたけど、もう一つはだから、結局石油利権の話ですね。そうですね。それは、ほんまあると思います。
ぱり未だにね、やはりこの世界を牛耳ってるそのなんていうんですかね、この武器っていうのは、うんうん、石油っていうものがあるのでね。うんうんうん、で、カダフィのお家は占拠しましたしね。そうですね。あとはイラクさんを占拠していけば。そうですよ。これはすごいことになるわけです。アメリカにとっては。ね。まあ、9.11 も起こしましたしね。だからね。とにかく喉から手が出るほどに欲しいのがイラクさんのお家です。イラクなんですか？イランじゃなくて。ごめんなさい。イランでしたね。多いんでね、放送終わってから、あ、ちゃうこと言ったわ、っていう。これもね、やっぱり、ロシアにいてるとね、なんかこう、いろんな感じでね、狂っちゃうんでね。実際ボケですかね。はい。で、うん、イラン。イラン。イランさん欲しいんですよ。イランさん、そうですね。もう、あと、そこぐらいですもんね。まあ、本当にそんな感じですね。だから、できたら今年ね、なんでそんな早く欲しいかって言ったら、もう大変なんですよ。なんていうんですか、お台所事情っていうのが。で、それをなんとか日本とかいろんなとこのね、援助っていうか、まあ日本も脅されながらね、援助を得ながら、なんとか生き延びてきてるというか、来てますけれども、もう本当に大変。それこそ、アメリカの大統領選挙が終わると同時に、もう完全に主権がゴロッといいように変わる可能性がある。うんうんうん、できたらそれまでになんとか石油利権も牛耳っておきたい、うんうんうん。そしてまだまだ延命していきたいっていうのが、もう本当にあるわけだよね。悪あがきですよね。で、これはね、なんか国際情勢的な見方から一般的なね、はい、方からしてもそうですけれども、僕的には本当はね、スピ理論を言いたいんですけどね。まあいいですよ、おーちゃん言ってくれて。なぜかって言ったらね、スピから行くとね、日本っていうのは、日本、それからアメリカ、はい、イギリスっていうのはね、はい、これは一つになっていかないといけないんですね。あー、言ってましたもんね。うん、そして、その一つになった日本、アメリカ、イギリスが、この中国やロシアをね、いい方向に引っ張っていかないといけない。そうしながら、そのアジア合衆国っていうか、まあアジアブロック体制っていうのをね、早く続かないと、アフリカの貧困っていうのもね、救っていけないんですよ。だからこれがね、スピッケから見たね、これからの歴史のね、いかなければならない方向性であって、このアメリカとロシアは対抗しちゃいけない。うんうんうん、中国もそうですけれどもね。でも今はすごい対抗させようとしてる感がありますよね。日本のメディアのニュースを見てると。だからそれはね、一般的な国際情勢としてしか見ない人にとってはわからないんだけれども、うんうん、本当の背後っていうのはね、スピなんですよ。うん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 、そこが、これから行かないといけない歴史の方向性分かってるんで、どこに、このね、杭を打たないといけないかってことも十分分かってるわけです。だから、日本とロシア、日本と中国、これ繋げちゃいけないってね。これ当然、分かるわけです。でね、ロスチャイルドのね、背後にもね、本当にね、頭脳明晰なスピが存在してるんですね。みんなは知らん、まあ、最近の人らはもう知っとるかもわかんないですけどね。大企業とかね、はい、もう世界に名だたる企業、もう誰もが知ってる企業、まあ、出すと、まあ、マイクロソフトとかね、アップルとか、はい、あとソニーとか、ああいうところは、もう 100%、トップの人たちはね、うん、そのスピリチュアルな世界に迎合してるんですよね、実は。うん、そのカウンセラーがおるわけですよね。まあ、専門の、僕が聞いたのはマイクロソフトだとか、アップルがなんか3人おるとか出てますね。そのスピリチュアルカウンセラーとかスピリチュアルコンサルタント。そのうちの一人にお会いしたことあるんですけど、まあ、
やっぱそれが実は当たり前なんだとね。その神棚があったりとかするのは別に決して縁起とかのものではなくてってね。ただみんな知らないじゃないですか。うん、教えないからね。そういう、そういう本当にね、こう、与えられるんですよ、スピリチュアルが。悪は悪なりにね、もう、すごいね、バックボーンがあるんですよ。ただまあ、もちろんね、神には勝てない。最後はね。それはもうね、百も承知なんですよ。だから、最後の悪あがきを、しようとしてる。そのチャンスも、もう、今年が最後のチャンスになるかもわからないっていうことは、分かってるわけですよ、うんうん。はいはいはい。だからもう、自暴自棄に近くなってるっていう感じですかね。そうですね。で、これは過去の放送で言ったようにね、本当に各国の内部分裂を、させる戦略っていうのが、もう今年に入って、急スピードでね、急ピッチで進んでるわけですね。だからこれは、これからもっともっと日本の、政治っていうのも、もっと複雑になってくるっていうのは、明らかにもう予想されるっていうこと。なんかもうええ時間になってきたんちゃうかなっていう。ああ、もうそろそろええ時間ですね、そういや。なんか、こういう話をしとったら、どんどん時間を忘れてしまいますよね。ちょっとじゃあ、ちょっと最後まとめていくと、本当に今年は、今のまま行くとね、うんうん、危ない。その危険性がすごくある、うんうんうん。で、これをね、信じれないかもしれないですけど、食い止めることができるのはね、うんうん、日本、うん、そうして韓国なんですよ。うん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 、だからこそ、その、メディアの情報に踊らされて、見えるとこだけを見て、まあ、韓国の人たちとか中国の人たちっていうのが、日本に全員敵対してるっていうね、その国単位で日本に敵対してるっていうふうには、思わない方がいいってことですよね。本当にごく一部の人間だけが、まあ、使わされというかね、動かされて反対してるというかね。そうやと思うんですよ。中国なんかあんな広いのにね、そんなとこのごくごく一部だけを取り上げて、さあ、これが中国だ、みたいなね。まあ、訪問してきたとかも言っとるじゃないですか。ねえ。うん。常時20人とかね。そう。だから、そんなことをそこまで騒ぎ立てるかっていうね。日本なんかこの原発再稼働で、で、何万人規模で集まってても、こう、報道しないのに。そう。千人規模でデモやってるから、言うて。それこそなんか、全国挙げてね、デモやってるぐらいの勢いで報道するでしょう。そうですよ、本当に。だから中国国土全部ってね、南側の栄えてるところの一部ちょこっとだけじゃないですか。そうですよ。西安の方とか、文化がまだあんまり発達してないところに行ったら、そんな、なんじゃそれみたいな感じじゃないですか。そんなもんね、あんなに世界一の人口のところで2000人ごときでとは思ったんですけどね。まあでも、一部でもね、あることは事実ですから。まあそれはね。うん。でもどこの国でもそんなね、反日はあるわけやからね。そらありますよ。大好きなアメリカでもね、ありますし、親日って言われてるオーストラリア、僕の、友達がね、うん、これ留学行っとったんですけど、アジア人の差別がひどくて、詐欺にあって、その、学校がね、アジア人を差別して、詐欺するんですよ、うんうん。大金持ちしか残れないぐらいの、お金を、明日払えって言われるんですよね。ほんまは、期限は1ヶ月あって、白人たちには1ヶ月前からその、情報を知らしてるんですよ。はいはい。でも、黄色人種、アジア人には、それを知らしてないんですよね。黒人とアジア人にはそれを知らせてない。で、二日前とかに、明日までに払えよって言われるわけでしょ。はいはい。また、大金持ちの息子か娘以外は払えないわけですよ。そんなもん。一年の学費なんてね。はいはい。一日やそこらでは。だから、払われへんやったら、もう学校は退学して帰ってくれ。っていう。ほんで、詐欺にあって帰ってきましたから、親日って言われてるオーストラリアでもね、そんなことが未だにあって根強く残ってるわけですよ。はいはい。そんなんとか全然報道せえへんからね、みんな親日とかと思うじゃないですか、うん。台湾とかにもあるわけですから、そういうのがね。そう。だから一部だけを取って100だと思わせてる、その報道姿勢をちゃんと理解してね、捉えないといけないっていう、うん、
これも最後結論的な感じでね。ですね。あることはあるんだけどって、それが全てではないっていうね。はい。これはほんま思いますよ。まあ、ぜひ、日本全国の皆さん、気づきましょう。目覚めましょう。怪しいです、とっちゃん、それ。目覚めましょうとか言うとなんか変な宗教みたいなんで。まあ、とりあえずね、ちゃんと嘘を見抜ける目をね、真実を、この捉える、この感性をぜひ磨いてほしい。わからなかったらいつでもね、お電話ください。そうですね。お電話したら、ね、僕もお茶に育てられましたから、初め何も知らん、ただのクソガキでしたけど、お茶の話聞いてね、そのいろんな情報をね、読み取ることができるようになりましたから。ただまあ僕の本質はスピスピですけどね。もちろんです、もちろんです。僕、スピスピも、分かってる、まあ、スピスピも踏まえた上でのその読み取りですけどね。じゃあ、そういうことで、今夜もお電話くださいということで終わっていきたいと思います。そうですね。はい。それではまた、よろしいでしょうか。はい。はい、じゃあ次回も楽しみに、さよなら。はい、さよなら。